おはようございます。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 本日はですね、こちらに来ております。この小野照崎神社というですね、あの有名な渥美清さんがここで願掛けをしたら、あれだけの大ヒット作品にこう出演してスターに上り詰めたという、あの小野照崎神社に聞いた立ち物をしたら、はい、自分の大事なものを立ったら御利益がある、御利益があるということで、私渥美清さんのことを尊敬しているので、うん、柴又に住む柴又の大事なものとしてちょっと酒を立ってです。すごいですね。すごい酒を立って11月13日の帰りですね、約1ヶ月はい、その酒を立つことにまつわる落語をやろうと思っております。愛さんの生活においてお酒は結構重要ですか？そうですね、お酒を飲み始めたのが今から何年前かはちょっと明言することはできます。今日からお酒を立ち始めたら1ヶ月ぐらい酒を立つ、飲み始めてからなかった、10年以上20年近くなかったですね、はい、なるほど。それだけ人生にも大事なものを立たなきゃいけないんですね、はい、立って芝浜をやります。お、すごい、泣かせるぞ泣いちゃうんじゃないかな。田中さん、なんか候補あるんですか？いや、私は別にこの落語をやろうというのはないですけど、はい、立ち物としてはもう麺類、はい、あ、麺類、これ一番きつい。麺類ジャンキーですからね、あいつは。麺類ジャンキー。朝パスタも全部、もう朝そば食べて昼そば食べて、昼がねきつい。朝はね起きてないからいいんだけど、で夜もだってアニさん、あの油そばとご飯をガッて食べないと眠れないですもんね。そう、外に出たらそば、うちの中ではパスタ、はい、夜はつけ麺、油そば、うん、これを立つのが一番きつい。なんて不健康な人ちょっとね、だからこれまあ1ヶ月ちょ、はい、1ヶ月ないぐらいか、うん、1ヶ月ないちょい立ちですけどね、うん、ちょい立ち13日までちょっと立って、はい、見ようかなと、うん、いいと思います。私いろいろ考えたんですけど、はい、谷さんが麺立つすごいいいなと思って、はい、好きなんだと思って、はい、私一番好きな食べ物やっぱお味噌汁なんでお味噌汁にしようかなと思ったんですけど、でもちょっとやっぱそれ弱いので弱いね弱いね弱い、本当に考えて一品少ないぐらいの話だから本当に、あのお客さんが見た時にはすごいちゃんと頑張ってるなっていうのがね、うん、お酒とかいいと思うんで、うん、あのコンビニを立つっていうのもいいかな。おお、あ、それはすごい。コンビニ入るの自体で、入るとかコンビニでのそのまあ食料とか無駄金遣い、なるほど、コンビニでのその売買を、はい、まあ売りをしないと、そのなんかペンとか買うのはいいのとか、やっぱコピーしなきゃいけないですけど、ふわっとしてるな、ふわっとしてるな、ふわっとしてるな、いいのかな、それ、まあ、そうです、あの、いいのか、料金の払い込みとかもあるからね、まあ、そうね、行かなきゃいけないことあるからな、お店商品は買わない、自分のお金で、はい、あ、自分のお金で人に買ってもらう席がみたいな、コンビニを立つ、コンビニ立つ結構ね大きいですよ。いや大きいな。いや難しいよコンビニ立つ。かなり難易度高い。うん、そうし、今候補はそうしようかな。なるほど。土壇場でこの旅忘れた時とか白い靴下買いに行けないみたいな。そうそうそう、ちゃんとねこう神様から見ても、あ、ちゃんとすごいもの立ってるなっていう、うん、やっぱ大きいこのね、はい、大きいリスクがないとかやっぱリターンないですよね。しっかり。うん、ということで11月13日は我々好きなものを立って稽古に励みますんで、必ず皆さんのことを感動させられると思います。よし、お楽しみに。じゃあお参りしていきましょう。します。